場の校舎抜けプレハブの部室までスカートをなびかせて一人走る先輩がやめるって今さっき聞かされた突然の出来事に動揺してる穏やかに微笑む彼女を両手を広げ止めてくれたか気持ちは変わらなくても話聞かせてほしい彼の先輩は窓際で待っていたまだ胸が苦しくて肩で息した真っ白なブラウスが